ドコサヘキサエン酸は不飽和脂肪酸の一つでわずかに黄色を呈する油状物質。6つの二重結合を含む22個の炭素座を持つカルボン酸の総称であるが通常は生体にとって重要な4、7、10、13、16、19位にすべてス型の二重結合を持つオメガマイナス3脂肪酸に分類される化合物を指し エーコサペンタエン酸やドコサペンタエン酸とともに、高度不法は脂肪酸とも呼ばれている。必須脂肪酸の一つ。体外で合成できないアルファーリノレン酸を原料として DHA を生合成するため、抗議では必須脂肪酸となる。動物組織では、血液、脂肪組織に少なく、脳開白質部、網膜、神経、心臓、精子、 母乳中に多く含まれるが偏って存在している。食品では、サバやイワシ、サンマ等の青魚の魚油に多く含まれ、日本人は魚類を食べることによって多く摂取していたが、近年は減少している。生理活性効果に関して1980年代から積極的な研究が行われ、エコサペンタエン酸と同様に、食品添加物、養殖飼料、 健康補助食品に利用されている。必須脂肪酸の代謝経路とエーコサノイドの形成青魚やその他の生物に含まれる DHA の多くはラビリンチュラ類の一族であるスキッソティクリアム族などのような海産の微生物によって生産されたものが食物連鎖の過程で濃縮されてできたものである。多くの動物は体内でアルファリノレン酸を原料として エーコサペンタエン酸や DHA を生合成することができるが、アルファリノレン酸から EPA や DHA に変換される割合は10から15%程度である。人では DHA は食品から摂取する以外に2つの経路によって生合成される。どちらも出発原料はアルファリノレン酸であるが中間性生物が異なる。一つは、 エーコサペンタエン酸を原料とし、エロンガーゼによって二炭素増炭され、ドコサペンタエン酸が作られた後、デルタ4不飽和化酵素によって水素が引き抜かれて生成する過程である。もう一つの経路は、ペルオキシソームあるいはミトコンドリア中で進行すると考えられているもので、エーコサペンタエン酸が二回に炭素増炭されてとなった後、 デルタ6不飽和化構造により不飽和化されてとなり、その後ベータ酸化によって炭素差が切断され、DHA が生成する。この経路はスプレッカー、エスシャントとして知られている。日本人の食事摂取基準では、エコサペンタ塩酸やドコサヘキサ塩酸については1日に合計で 1g 以上の摂取が望ましいとされている。魚油食品、たら、サバサ、イワシ、 南極オケアミは、エーコッサペンタエン酸やドコサヘキサエン酸のような、オメガマイナス3脂肪酸に富んでいる。1日 3g 以上の DHA の摂取で、凝血脳が低下し、出血傾向が起きることがある。魚介類 100g 中の主な脂肪酸については、魚介類の脂肪酸を参照のこと。神経細胞の構造図、EN、デンドライツ、イコール受突起 e n アクソンイコール軸作細胞膜は流動性を持ち脂質や膜タンパクは動いているこの流動性は膜の構成物質で決まる例えば臨脂質を構成する脂肪酸の不法和度に影響され二重結合を持つ炭化水素が多いほど臨脂質の相互作用が低くなり流動性は増すことになる例えば dha は不法和度が 極めて高く細胞膜の流動性の保持に寄与している。DHA は、生液や脳、網膜の臨死室に含まれる、脂肪酸の主要な成分である。DHA は脳内に最も豊富に存在する。調査不法は脂肪酸で、EPA は脳内にほとんど存在しない。これは投与された EPA は脳内に移行した後、速やかに脱ッパさらには DHA に変換されるためで、 あることが指摘されている。他方、ラットの動物実験で脳の臨死室において DHA を接触すると脳臨死室中の DHA の割合は増加したが、ラパ及び EPA は接触しても脳の臨死室脂肪酸組成にはほとんど影響を及ぼさなかったことから DHA は脳関門を通過できるが EPA を含めた他のメガマイナス3脂肪酸は 脳関門を通過することができない可能性が示唆されている。また、人のモデル細胞実験で各種脂肪酸による DHA 取り込みに対する阻害効果を検討した結果、リノール酸、アラキドン酸およびエコサペンタ塩酸によって阻害され、オレン酸によって阻害されなかった。したがって DHA は何らかの脂肪酸選択的な 輸送機構を介して取り込まれることが示唆されている。生成順度が低い1980年代後半の DHA を利用した研究で下記のような作用に関する報告があるが、作用の解明は不十分であったと指摘されているほか、未だにメカニズムが解明されていない作用もある。学習機能向上作用、性眼作用、血中脂質低下作用、網膜反射の向上作用、 血圧効果作用、高血栓作用、高アレルギー作用、高炎症作用、高等尿病作用 DHA の摂取は、血中の中性脂肪量を減少させ、心臓病の危険を低減する。また、DHA が不足すると、脳内セロトニンの量が減少し、多動性障害を引き起こすという報告がある。アルツハイマー型地方。一方で、DHA 投与が、 アルツハイマー病の症状を改善しなかったとの報告がある。また、オメガマイナス3脂肪酸を単独で大量に摂取しても特別な活性作用は得られず、オメガマイナス6脂肪酸との摂取バランスが重要と考えられているが、国際的に統一された比率に関する見解はなく、各国が独自に定めている。人工合成は行われず高度不飽和脂肪酸を多く含む魚油 マグロガンカユ、ユーグレナモなどを原料として分離生成のため様々な方法が検討されてきた。これらは科学的、物理的観点から一家のように分類できる。プーフォー、科学的反応を利用して分離する方法プーフォー、自体の物性で分離する方法プーフォー媒体との相互作用で分離する方法特定成分のみを高効率、高濃度での分離抽出に特化した。 技術開発も行われ、成分の変質劣化を抑制するために窒素などの不活性ガス中で分離抽出を行ったり様々な方法が存在する。うつ病が20世紀になって増加しているが、うつ病の増加と、オメガマイナス6脂肪酸を多く含む植物油の摂取が増加したこととの関連を指摘する意見がいくつか見受けられる。一方、日本の患者数の年度ごとの増加傾向には、 高齢化やうつ病についての啓発活動による受診率の増加が原因として挙げられるが、解明は不十分である。オメガマイナス3脂肪酸の摂取がうつ病の治療に効果があるか、日本でのエビデンスは希薄である。うつ病患者においてはオメガマイナス6脂肪酸からアラキドン酸を経て生成される炎症性の生理活性物質であるエイコサノイドの レベルが高いということが示されている。シーフードをたくさん摂取するところほど母乳内の DHA は高く、産後うつ病の有病率は低かった。母体から胎児への転送により、妊娠、出産期には母親には無視できないオメガマイナス3脂肪酸の枯渇の危険性が高まり、その結果として産後のうつ病の危険性に関与する可能性がある。 健常者と比較して、うつ病患者はオメガマイナス3脂肪酸の蓄積量が優位に低く、オメガマイナス6とオメガマイナス3の比率は優位に高かったことが指摘されている。ありがとうございます。